今起きている事故というのは、その汚染が全部溶けてしまったと東京電力 自身が言っているのですね、はい、でそれが本当かどうかは私にはよくわかりません、でも炉心に全く水がないということであれば溶けてしまう以外はありませんし、炉心に全く水がないということはつまり圧力容器に、水が入っていない、つまり圧力容器の底の部分に穴が開いているということ以外には可能性がないと思います、はい、そうするとその穴から水はもちろん漏れるわけですし、溶けてしまっているウランの燃料も落ちると思います、はい、落ちるというのはつまり格納容器の底に落ちるわけです、はい、ただウランというのは2800度にならないと溶けません、はい、そういうものが圧力、格納容器の底に落ちるわけですが、格納容器自身は鉄でできています、はい、鉄というのは1400度から1500度で溶けてしまい、だから、直接その溶けたウランが鉄と接触するようであれば、はい、鉄は簡単に溶けてしまう、それはあの格納容器の底にどれだけの水がまだ残っているかということで、どっちに転ぶかはよくわからないのですが、はい、でも今の東京電力の発表を聞いていると、どうもすでにもうそこは抜けていると私は思います。私らが言うとこの例えばバケツの穴が大きく開いてたら、はい、もう水を入れても入れてもダダ漏れになるって言いますけど、あんなイメージですかね。はい、実際にダダ漏れになってるわけですね、はい、それはじゃあ一体どうしてそんなダダ漏れの状態になったかということの一つの可能性として、はい、溶け落ちたウランが格納容器の底の鋼鉄製の、まあ、容器そのものに穴を開けてしまっていると考えるのがかなり合理的ではないかと私は思うようになりました。他に考えられないんですね。まあ、他にもいっぱい損傷はあるんでしょうけども、大量の水がそこまで漏れたということだとすると、ウランの燃料がすでに格納容器の底を溶かして、さらに下にどんどん溶け落ちていってるという可能性があると思います、はい、じゃあもう今までのやり方ではもう全くダメだと思わざるを得ないんですね。はい、循環させるとしてもですね、はあ、溶けたウランの塊はもう格納容器を突き破って下にどんどん落ちていってるわけですから、格納容器の中あるいは圧力容器の中で水を回したとしても、はい、溶けてるウランの冷却にはほとんど効果がないと思います。はあ、はあ、じゃあどうやって冷やしたらいいんですか。他の方法ってあるんですか。わかりません。今私が聞いていただいたような状況に本当になっているのだとすると、うん、もう冷やすということはできないと思います。ということは先生ね、はい、格納容器に穴が開いてたということは、はい、当然は織り込み済みで考えてるということは言えるんですか。言えません、ね、それ言えない、はい、東京電力自身も循環式の冷却ということに、うん、まあ、最終的には行こうとしたわけですね、水管を踏まえた上で、はい、でも今私が聞いていただいたように溶けた炉心がすでに格納容器の底を抜いてしまっているのだとすれば、うんうん、循環式の冷却ということ自身が意味がないと私は思いますし、多分東京電力もそう思うだろうと思います。ああ、そうです、はい、じゃあ核燃料は、はい、今どこにどんな状態であるんですか。格納容器の中にもない、もう底抜けてしまったら格納容器のですね、鉄板の下はどういう構造になっているかというと、分厚いコンクリートなんです、その下は。でそのコンクリートを多分順番に溶かしながら、コンクリートを突き抜けて、地面の中に潜り込んでいくということになるのだと思います。コンクリートも溶かす、はい、すんですか、はい、まあそれは溶かすでしょうね、はい、そしたらずっと地面の方に、どん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 地中の方に核燃料は向かって染み出ていくわけですね。そうです。でこれを止めるものは今ないんですか。まあ、水がそこにちゃんと到達させることができて、冷やすことができるならばいいわけですけれども、要するに構造物の中に穴を開けて溶け落ちていってるわけですから、はい、上から水をかけるというぐらいでは冷やすことはできないと思います。チャイナシンドロームというのは米国の原発が事故を起こして溶けた炉心がどんどん地面を溶かしながら落ちていって最後には地球の反対側の中国に飛び出してくるという、うん、そういうブラックジョークですけれども、ね、まあ、そんなことにはなりません、うん、多分
何メートルあるいは、まあ、10メートルとかですね、はい、そういう深さまで落ちていくんだろうと思いますが、いずれにしてもあの地面の中には地下水もありますので、はいはい、それに接触することになると思います。なるほど。で汚染がそうなってしまうと汚染が拡大していくわけですが、はい、その拡大をなんとか防ぐための処置というのがこれから求められるのではないかと思います。私はあの地上の話ばかりを今までイメージしていたんですよ。私もです。小出先生もですか。はい、これ地中のだんだん奥深いところの話にこれからなっていくんですね。はい、でも多分打てる有効な手立てはあまりないと思いますので、とにかく汚染をどれだけ、極限化できるか、その外に向かって流れないようにできるかということで、まあ、私が今考えられるのは、はい、なるべく深地中深くまで、コンクリートの壁を打ち込むと、そして地下水との接触をできるだけさせないようにして、溶けた塊をそのコンクリートの壁の 中から出さないようにするという、せいぜいそのくらいのことしか私には思いつかないです。じゃあ原子炉の真下にコンクリートのこの床といいますか、はい、大きな分厚いもので壁を作っていくっていう考え方ですね。はい、まあ、あの 下方向に壁を作るのはとっても難しいと思いますので、まずはその原子炉建屋の大きさのぐらいで、はい、縦にですね深くなるべく壁を作ると。それは何メーターぐらいのイメージですか。人類が経験したことのないことが今進行していますので、はい、私にも正確にはよくわかりません。まあ、でも10メーターとかあるいはもっとかもしれませんが、そういう壁を地中深くに張り巡らせるという作業は必要になるんだろうと思います。そういうなら先生、科学の力、技術の力で本当になんとかなるもんなんですかね。まあここまで来てしまうと、その完璧にもう放射能を閉じ込めることはできないわけですから、うん、どこまでやれるかという、そういう攻め合いだと思います。うん、はい、あの私の頭の中のこうイメージしているものが全然今塗り替えられたような気がいたします。はい、そういう意味でのことの深刻さをまた少しずつ理解をしていかなきゃいけないわけですね。また明日もどうかよろしくお願いいたします。こちらこそお願いします。京都大学原子炉実験所助教小出博明さんに伺いました。